おはよう。すごい今何のあの予約もなく始めたんですけど、すごいありがとうございます。おはよう。おはよう。ギフトありがとう。おはよう。朝早い。ギフトありがとうございます。皆さんおはようございます。皆さん無事ですか？ちょっと顔には全然すいません、血色が一個もない。そうなんですけど、朝って感じです。起きたて。おはよう。大丈夫だよ。ありがとうございます。揺れた？そうだよね。おはよう。顔と声聞けてほっとしてます。あ、大丈夫ですよ。そう、昨日ちょっと元旦の公演があったんですけど、そう、見てくださった方ありがとうございました。来てくださった方、携帯何回も鳴った。なんか家に帰ってからのテレビ速報もすごい鳴ってて、めちゃくちゃドキッとする音。怖いですよね。ね。怖いね。すごいみんながおはようおはようって言ってくれる。ありがとう。おはよう。なんかね、この配信を見て気を紛らわす一つになったらいいなと思います。ね、なんか結構ね、自粛、何が正解かあんまよく分かんないけどね、なんか難しいですよね。めちゃくちゃギフトありがとうございます。すごい、なんかこのエフェクト。ありがとう。
気分が落ちていた。まあ今日1月2日なんかあの日にちがバグります、わかんなくなる。1月2日、声が聞けて嬉しい。ちょっとガラガラかもしれない。昨日ありがとう、ありがとうございました。昨日はあの公演はですね、あの全員でのあの出演だったんですけど、ユニットが日替わりユニットって言って毎回一個日替わりユニットやるんですけど、それが全部あるあれでしたね、公演でした。なんでいつも全部やらないので、青いレモンとか短日植物とか、あの日から僕は変わったとか、あとはなんだっけ、なんだっけ、もう一個なんだっけ、あ、誰かといたい、そうだ、とろみちこっこ、それからうちの妹と一杯の水もどっちかしか披露しないんで、多分どっちも披露してたのは初。2時間20分の公演だった、結構長いですね。そうですね、私は前半の方に出演させてもらったんですけど、長かったかも。ありがとう。うん。初夢は見てません、初夢見てないですね。そうだ、昨日見た夢が初夢らしいですよ。見たんだろうけどあまり覚えてないですね。なんか見ました？何もみんな見てなさそう見てなさそうです。初夢は今日だよ。昨日ってか1月1日だよね、に寝た時に見る夢だよね。甘酒飲んだ？いや飲んでない、ってか飲んだことはないかも。甘い酒でしょ。おせち？おせちも食べてない。でもなんか言おうとしとった、なりたくな。お酒じゃないよ、お酒じゃないの。初詣？もう出てないな。お酒飲んだりするの？たしなむ程度でございます。あ、そう、なんかあの昨日発表があってたんですけど、7周年のツアーがあるみたいで、はい、春先4月の後半ぐらいかなからかけて
6月まで7周年のツアーがあります。7県、瀬戸内7県をね1か所ずつ回る感じで、そう、愛媛もあります。愛媛はこの間県民文化祭っていうのをしたんですけど、それをしたところかな、結構大きいところですね、ホール、ホールです。そしてうち7件、え、大きいよ、めちゃくちゃ。愛媛って言われた時におってなりました。そう、なんか今までその前も夏のツアーとかも香川県とか四国の中でも香川県とかなんかちょっとしか回れなかったんですよ。全部は回れなくって7県なんで、めっちゃ久しぶりだと思います、その7県回れるっていうのは。なのでとても楽しみですね。愛媛の人口全員入るか、入らないな、入るよ、みんながこうやってみんなが重なって座れば、膝の上に。最初は兵庫からだったな、4月。そう、7周年って聞いてびっくりした。7周年か、すごい、7周年、ね、7周年ですよ。ありがとうございます、ギフト。まだまだと思うんですけど、まあ4月の後半でしょ、すぐ来るんだよね、皆さん来てくださいね。あいたたたたた、つったよ、いしょ。咳大丈夫？いや、動いたら結構しんどいんですけどね。大丈夫です。ありがとうございます。体調戻す。まいちゃんのパフォーマンスが誰よりも力が入ってて目をねえ、なんか私大きいステージでやるの結構得意じゃなくてですね、なんか自分のこう回ってる時に感覚が分かんない、自分がどこにいるのか分かんなくなるんですよ。ちょっとあと息切れがすごくて心配だったんですけど、
なんとかなんとかなんとか、なんかね、すごくね、こうここ最近はなんかなんだろう、いろいろとドーンって感じだったのでなんかなんて言うんかいね、そう、なんか体調がついていかんすぎてちょっとツーンってしてたので、クリスマスライブより平気そうだったか、まあなんかお正月休めるところをたくさん休みたいと思いますありがとう。嬉しかった、ありがとう。